谷丹川南緑道国丹川南緑道谷橋川は東京都豊島区及び北区、板橋区、文京区をかつて流れていた河川現在はほぼすべての区間が暗渠の下水道幹線となっているかつて河川としての谷橋川は以下のような流路で流れていた東京都豊島区千早と豊島区金目町の境界付近にある 淡島神社境内の弁天池が水源である。千川上水の長崎村分水が、現在の有楽町線千川駅付近からトイレ、落とされ、淡島神社の有水先で谷橋川に合わせて、南流する。西武池袋線を、椎名町駅西側で越えると、流れは東に曲がって山手通りと交差し、一転して北に流れを変える。再び西武池袋線を越えて、 山手通りの東側を道に並行するように北東に進む。現在の立教大学の西側、有楽町線金目町駅の東側を北に向かって流れ、以降板橋区と豊島区の区間に沿っていく。東武東上線の手前で支流を交えると、東に転じて下板橋駅の際で東上線を越え、板橋駅の北側で赤羽線の線路を潜る。今度は、 北区と豊島区の区界に沿って東南へ流れ、山手線大塚駅の北側に出る。大塚駅の東側で山手線を潜った後、大塚産業通りを経て、東京都道436号、小石川西菅母線に沿って、小石川植物園脇を流れる。文京区戦国、小石川と流れ、現在の富、坂下を横切り、旧美と繁盛屋敷を通って、 外堀通りの仙台橋の下で神田川に注ぐ。延長約1 1トルで上流では、武蔵野大地の河川としては珍しく南北方向の流れを持っていた。上流部には支流がいくつかあった。一つは、現在の板橋区幸町と豊島区高松3丁目の間を投入し、中丸町に入り、川越街道を遮断して熊野町に入る。 さらに大仙金内町を経て、西前橋手前で谷橋側に流入していたもので、出花川と呼ばれていた。もう一つは、原体山30番より、大仙駅線路の北側に出て投流し、大山金内町北部より、西前橋先で谷橋側に流れ込んでいた。また、豊島区東池袋の池袋6また、交差点付近から、板橋区板橋1丁目付近へ、南北に走る、 下り谷と呼ばれる八つ系にも支流があった。下流部にも、さすがやから小石川に流れ込む支流があった。さすがやの白山通りの東側を流れた支流は、東大下水などと呼ばれ、旧三戸藩中屋敷からと、旧加賀藩城屋敷から流れる二つの流れが、東大下水に交流した。現在、川の全域が暗渠化され、 豊島区北大塚3丁目付近から文京区小石川2丁目付近までの大部分のルートを都道436号線が通っている。この通りは東京都心、下町と東京西北部とを坂もなく緩やかに連絡するので自転車等で往復するには重要な路線である。他にただし川沿いには古くから町が開けていたため東部東上線も当初は川沿いにあたる。 大塚辻町を起点とする計画もあった。しかし川がすべて暗渠化された今、当時の面影はすっかり姿を消し、谷忠という地名は、都島区内山手通り沿いの旧谷橋川緑地や、北区滝野川の公立学校、公園に名を残すのみとなっている。もともと谷橋川は、淡島神社の弁天池などの湧水を集めて流れる、祭流であったが、 千川上水の余水を流し込むようになってから、水量が急激に増えた。それに伴って、全流域で水田の開拓が行われ、水田工地が増えた。千川上水の分水口は、現在の地下鉄千川駅のところにあり、樋口という名が残っている。谷正川は、大雨の度に溢れる川で、流域の都市化と共に改修されていった。1924年7月、 谷正川の水量調節のために石神井川への放水路が改作された。谷正川増水時には、板橋駅の北脇で赤羽線を越えたところから、赤羽線の東側を線路に沿って北に向かい、橋梁の脇から石神井川に流れ込むようになった。1928年には、東京市会が千川の大改修を議決し、1934年に、 下流部を鉄筋コンクリートの暗渠にし、その上を福音18メートルの道路とする総延長3272メートルの下水工事が竣工した。上流域も都市化とともに、工場排水や生活排水のため水質が悪化し、1958年には全域暗渠計画実現のための猛運動が展開され始めた。 1962年に河川としての谷橋川は廃止され、1964年までに全区間が暗渠の下水道となった。また、1959年の仮野川台風でも、谷谷川上流部は洪水を起こし、1965年に下板橋付近から北に向かって石神井川に流れ込む第二排水路が開通した。現在、 谷正川の急流路は三つの下水道幹線に分断されている。川越街道の手前より上流は谷田川上幹線となって新河岸処理区の下水を集め、そこから下板橋駅付近までは谷橋川幹線となってお台処理区の下水を集め、上池袋、滝野川より下流は千川幹線として三河島処理区の下水を集めている。 石神井川への谷橋川放水路は谷橋川幹線の雨水管となり、雨水幹線部の雨水と増水時に交流管からの古紙流水を流している。玉川上水から分水する千川上水は谷橋川と石神井川の間の尾根筋に通されていた。1八十九年より千川上水の分水点から練馬区関町南千先までの海虚部約五キロメートルにおいて、 清流を復活させ、下流の環境に水が流れるようになった。この水は、旧谷橋川放水路の雨水間を通り、赤羽線橋梁の脇から石神井側に流れ込んでいる。豊島区、板橋区では谷橋川と呼ばれ、文京区内では小石川、または小石川と呼ばれていた。小石川の語源については、江戸砂後に小石大き小川幾筋もあるここ石川と名付けしとある。 文京区内では、小石川大下水、西大下水という別称もあった。さすがやの白山通りの東側を流れて、小石川に交流する支流を東大下水と呼び、こちらを小石川と呼ぶ文献もある。下水という呼び名は陰陽の浄水に対してのものであり、きれいな湧水の流れであった。大正、昭和の時代になると、下流部は、善川と呼ばれることが多くなる。 千川浄水と小石川は別のものであるが、千川浄水が廃止されてからその余水が流れ込む、小石川の方を千川と呼ぶようになったとする説がある。ありがとうございます。